光のメゾン、星さん。ファッションブランドを立ち上げる系の漫画。幼馴染で行動力と創意工夫ができるメスのメインヒロイン。その相方で友人のオスのファッションウィキ、セントマーティンという日本人にとって有名な大学を史跡で卒業した才能とネームバリューのあるユーの3人の三角関係プラス、有名日本のブランドに就職した3人が新ブランドを立ち上げるまでを描いた作品。ファッションブランドを立ち上げるって何旨の？って内容だったり、ブランドの光の部分をたしなめるとても勉強になるファッション漫画。ファッション業界の闇はファッションって漫画でよく描けているのぜ。ちなみにジャパニーズはセントマ、セントマ万世って言うけど、セントマは明治大学、早稲田とかエフラン大学とかのロッコの大学がくっついたような大学で、セントマ入っても上位の大学のファッション科に入らないと周りに優秀な奴はそんなにいないし、何よりセントマって日本だとなぜか有名だけど、向こうだとファッションランキング高い大学じゃないんだよね。もっと UK で実力のあるファッション大学はたくさんあるのぜ。それと職人的な製法技術は日本のファッション専門学校の方が高いし、しっかり教えてくれるし、ブランドって地道に SNS で育てればどんなブランドだって今は育つから、海外でファッション学ぶ理由が日本の水が合わない人族以外はそんなにないんじゃないかなっておまんじゅうは思うよ。まあエゲレス語喋れるようになるし、セントマ出てるって言えばネームバリューはあるから就職では有利になると思うのぜ。誰かは忘れたけど、クソ有名なファッションデザイナーが独学で服作ってて、エゲレスの超絶有名ファッション大学にアプライしたら、その面接官から、うちで教えられることは何もないから今すぐブランドを立ち上げなさいと言われたって、キャリアが超絶最強だよ。クリエイト系って学んだところで売れるわけじゃないのぜ。主に技術と効率的な考え方の二つを学ぶところであって、才能を伸ばす場所ではないのぜ。副次的に才能がクソある人族は難関大学にゴロゴロいるから、難関大学に入れるなら才能を伸ばす環境は揃っているかもしれないけどね。ファッション程度の技術的難易度だと、ヨーツベとか図書館、ネットを駆使すれば全部学べるから、結局のところ大学に入るとかじゃなくて本人のやる気と根気次第なのぜ。SNS 育てるにしてもクソ手間と時間がかかるし、服一着作るのだって思い描いたパターン作れるまでどんだけ問われ量産してゴミの山を作るんだよって感じだしね。